皆さんはこんな経験ありませんか？気づいたらクレジットカードの請求額が一桁増えた代わりに信号機が実質に増えていた経験。第3回なので、ごたくなしでさっさと本題に入りましょう。信号機を購入しすぎて今月の支払いがピンチかも、という人生で二度と起きるかわからない経験を存分に楽しんでいます。ヤタ鉄です。ということで、今回購入したのはこちら。歩行者用の信号機です。奮発して、電球タイプと LED タイプ、2種類とも購入しちゃいました。どちらもヤフオクで落札した信号機で、合わせて4万円くらいだった気がします。4万円で信号機2台も入手できるなら安いものです。購入したのは車両用信号機に合わせて小糸製作所の信号機になります。背面の処理が特徴的で三角形になっていることから、マニアの間ではおにぎりと呼ばれることもある歩行者用信号機です。他社の信号と比べて丸みを帯びた優しいデザインになっているのが特徴です。この特徴的な造形のせいで前面を上に向けておくとバランスが悪く左右に倒れやすいです。このような電球式から LED 式に切り替わって間もない頃の初期の LED 信号機は、電球式だった頃の信号機と同じ筐体を使い回していますので、大きさは全く同じです。試していませんが、多分電球と LED ユニットを入れ替えてもきっちりはまると思います。ご存知かと思いますが、電球式と LED 式では人型の処理が違います。電球式だと人型の周りが透過の色、人型部分は電球色がそのまま出るのに対し、LED だと人型の部分しか点灯しません。今は LED 信号機を見慣れているので何の違和感もありませんが、登場して間もない頃は人型の部分しか青赤で光らないのにすごい違和感を覚えたものでした。レンズの大きさも測ってみましょう。1枚あたり 25×25cm の正方形のレンズが入っています。車両用信号機がレンズ1枚あたり 30cm なので、意外に歩行者用信号機も車両用信号機に匹敵するぐらいレンズ1枚の大きさが大きいんですね。続いて信号機全体の縦の長さを測ってみると、約 68cm。 車両用信号機と比べると小ぶりで軽量ですが、それでも十分に大きいです。それでは向かい合わせにして交差点っぽくしちゃいましょう。今回は電球と LED を真横に並べてあるので、それぞれの点灯速度、消灯速度も見比べてみてください。普通はありえない赤点滅もできちゃいます。では歩行者用信号機の名前を見ていきましょう。歩行者用信号機の名前は背面のここに書いてあります。電球式と LED 式を見比べてみましょう。正式な製品名はどちらも夕方歩行者用交通信号灯機となっています。電球式の信号は形式が PV、 LED 式の信号は形式が PVL になっています。この L は LED の L でしょう。共通している PV の部分について、歩行者信号機は英語でペデストリアンシグナルと呼ばれるので、ペデストリアンなんとかの略称でしょうね。製造年月は電球式が1998年、 LED 式は2006年製造となっています。前回の動画で触れましたが、信号機の運用年数はおよそ20年が限度と決められています。電球式は製造から20年経っており、廃棄されても順当な年月が経過している一方、 LED タイプの信号は20年足らずで撤去されていることになり、
もったいなさを感じます。というか、まだ電球式の信号機が残っている現状で、 LED 式の信号機が役目を終えて廃棄されているというのが意外です。最後に信号機の中身を見て終わりたいと思います。車両用信号機のようなネジ式の留め具ではなく、横の掛け金を外すとパカッと開くようになっています。先に紹介しましたが、この小糸のおにぎりと呼ばれる歩行者信号機は背面の形状のせいで本当に不安定なので、開けるときは転倒しないよう注意が必要です。注意していても転倒します。中身はこんな感じになっています。電球ソケットと電球の光を反射させるお椀が2つ、端子台が1つ。本当に簡単な作りです。電球ソケットは車両用信号と口金が同じなので、車両用と同じ電球がセットできます。見づらいですが、電球は交通信号専用に設計された電球なので、信号用と書かれています。形が違うだけで、やっぱり中身は車両用信号機と変わらないんですね。信号機の中身を見るのも3代目なので、そろそろ目新しさがなくなってきました。それでは続いて LED 歩行者信号機の中身も見ていきましょう。電球タイプと同様に、信号機向かって左の掛け金を開くとパカッと開きます。パカッとな。先ほどと同じように端子台が1つ。こちらはコードがごちゃごちゃしていますね。で、電球プラス反射鏡お椀の代わりにセットされているのが LED ユニット。車両用信号と同様、お椀がなくなって LED ユニットになっても筐体の形状が変わっていないため、中の空間が無駄に広いです。それでは掛け金も閉じて元の状態に戻したいと思います。さて、ここまで動画3本に分けて自宅にお迎えした信号機の紹介をしてきましたが、いかがだったでしょうか。実は我が家には紹介していない点滅信号機とかもあったりするのですが、単に3つレンズがあったのが1つに減っただけで面白みはないので、別の形で登場してもらおうと思います。次回作は未定です。またいつかお会いしましょう。